昔風のカレーと現代風のカレーを一皿に盛り付け、ご飯を添えたものである。2005年12月に農業を観光や商業と連携しながら、人大地域を元気にしていこうという目的で、秋田県仙北市の田沢湖近郊の人大地区を中心とした地域の有志30名で発足し、2008年3月より、 この神代地区の町おこしの一環として、正式に活動を展開している。秋田県の地域活動支援室からの補助金を活動資金の一部としている。1950年代後半以降、秋田などの東北地方の田舎にも、カレー粉が普及した。神代地区でも、家庭料理としてのカレーが広まったが、1950年代後半から1960年代、 前半の当時は、牛肉や豚肉などの畜肉が思うように、入手できなかったため、具には、サバや鮭などの魚肉の水煮の缶詰や、魚肉ソーセージや地元産の野菜を使用し、鰹節の他に干子や、昆布などで取った出汁を基本とした、醤油味の和風ブイヨンで煮込み、フライパンで、少量のカレー粉と大量の小麦粉を炒め合わせて、作ったるを練り上げて、カレーのソースを作っていた。 21世紀初頭のカレーに比べれば、カレーソースのコクや香辛料の香りが弱く、後からウスターソースをかけて食べるのが一般的であった。しかしながら、当時の秋田県の山間部で味わえる香辛料を用いた西洋料理はカレーライス程度だったため、子供たちから人気を博した家庭料理だった。しかし、1960年代中盤以降に入ると、 バーモントカレーやゴールデンカレーなどに代表される板チョコレート状のコケールの市販普及に伴い、かつての調理方法はほとんど行われなくなった。しかしながら、昔ながらのカレーは、現在の一部の家庭においては、おばあちゃんのカレー、もしくは、父ちゃんのカレーとして認識され今日に至っている。人大カレーは、 1950年代、1960年代、当時の製法を、ほぼ再現し、具材には、魚肉ソーセージと、人参、ジャガイモ、玉ねぎの他地元産のエリンギなどを用いた、昔風パートの和風カレーとともに、もう一方は、デミグラスソースを基本とし、具材には、玉ねぎと豚肉などを用いた、現在風パートの欧風カレーを作り、両者を合わせがけにしたものである。 トッピングとして片面だけ焼いた目玉焼きもしくは半熟卵が用いられ薬味には福神漬けやらっきょうの代わりにイブリガッコを添えるのが人大カレーの大きな特徴である。ありがとうございます。